新太郎さんおはようございます。平塚のオールスターから、まあ、結構すぐですし、その間も、まあ、トークショーというか他のお仕事もあったかと思いますけども。そうですね、まあ、決勝戦すごく悔しいレースに なってしまったんでね、はい、まあ、なんていうかね、こう力を残してゴールをしてしまって悔しいというよりは、うん、全部自分の力を出し切ったにもかかわらず、うん、絶好の展開をものにできなかったという意味で悔しかったんで、うん、その長谷川慎太郎弱いなと自分で感じた、うん、あの決勝戦になりましたね。ただそのことによってこう自分でももう一度しっかり練習しようかなという気持ちになってますんで、はい、プラスになってるのかなと思いますけど、はい、確かにその周りの選手のレベルアップ、特に今回でいうと窓場さん、あ、これブロックもらった後もう一踏みできるのかっていう結構驚きがありましたけど、まあ、場所にもよります。場所がね、いい場所でしたね。あれがもうちょっと早めに仕掛けてきていて、うん、3コーナーなり2センターなりだったらあの感じのブロックだときっちり止められたと思うんですけど、うん、まあ、ブロック自体は、まあ、まあまあいいブロックだったなと自分でも思うんで、うん、しっかり入ってました、はい、スピード緩めることできたんで、ただ4コーナーだったんでもう一度伸びられてしまったっていうの形ですね。なんと、はい、実際その、まあ、競輪オフ深いなという中ですけど、前回平塚でインタビューを私は前検日にせずに、うん、ちょっと遅く4日目ぐらいに行ったところ、はい、いいのいいのいいんですよ、後回しで、ね、ファンの方が、はい、早くしろと、前検日に前田何やってんだ聞いてくれよと待ってましたということで、やっぱりありがとうございます。あ、ファンの皆さん本当は温かいよね、はい、ありがたいですね、はい、実際そのそういうファンとの触れ合い、まあ、インターネットの付き合いの難しさもありつつですけど、やっぱりトークショーとかいろんな場所で直接触れるとやっぱりファンの姿っていうのはどうですか？そうですね、追いかけて本当遠くから来てくれる人たちもいますし、はい、やっと来てくれたねなんて言ってくれる人もいますし、うん、本当にやっぱりね、こう間近でファンの皆さんの顔を見れるっていうのは本当嬉しいですよね、うん、まあなんていうかね、まあ、間近じゃなくてもインターネットとかその画面を通しての応援っていうのももちろん嬉しいですけどね、はい、はい、まあ、実際サテライト全国にあって、なかなかこうやっぱり競輪場とか競輪選手に触れる機会が少ない地域の方もいるんで、そうですよね、うん、まあ、そういう時になんかこう、あ、こんな感じなんだっていうのを分かってもらえたらいいなという気持ちで、なるべく依頼が来た時は受けるようにしてるんだけど、うん、はい、結構大変だからね、トークショーも今度鹿児島も、鹿児島行くんですよ。そうなんですよね、まあ、鹿児島はね、俺行きたいんですよ。ああ、なんか、うん、長渕剛の、はい、やっぱりお膝元というか、まあ、生まれ、そうですね、まあ、桜島をちょっと見たいなと思ってたんで、はい、お受けいたしました。私もちょっとね、生まれが鹿児島なので、そうですよね、慎太郎さん来てくれるんだって喜びがもうシンプルにあって、うん、はい、はい、鹿児島は何ですか、食い物は、うまいものは、うまいものは、さつま揚げをしんみり、さつま揚げ、さつま揚げ、本当にしんみり、ちびちび食べるのがいいですよ。なるほど、もちろん焼酎があればなお良いですけど、焼酎か、ちょっと酒少し控えようかなと思ってます。なんか決勝戦の走り、自分でさ、うん、少しそなんていうの、こう自分で思い返した時に、あれ酒飲んでる場合じゃねえだろ佐藤慎太郎って気がするよね。なんと、うん、その時はキビナゴの刺身を、キビナゴの刺身と日本酒合うな。結局そうですね、お酒が合うものが多いですけど、そうですよね、はい、まあでもあれですね、鹿児島に行って桜島の火山灰をね、甲子園球児のように集めて持って帰ろうかな。もうそれをまた来るぞという意味で、いろいろこうバーッといろんなところでぶちまけて、ぶちまけて、それか本当に瓶詰めにして、うん、ファンの方に配ると、あれ甲子園の子たちはもう最後の思い出で持って帰るのかな、あれ。そうですね、家に本当に置いて、ただ思い出として、まあ今年で終わりだからみたいなですね、まあ、家族とかにちょっとこれが土だぞと、うん、配ったりとか、じゃあそのためにですよ。そう考えると桜島の火山灰はいらねえか。そうですね、いくらでも湧いて出るものではある、ね、まあね、ただ本当に全国のファンに慎太郎さんがこういうことやってくれることが嬉しいということを今日はね伝えたくて、あ、トークショーっていう意味でしょ、火山灰をあげることじゃなくてでしょ、まあ、火山灰私は欲しいですよね、その俺が持ってきた火山灰を、慎太郎が集めた瓶詰めがあれば、いやいや、いいよ、家に飾りますけど、言ったね、飾りますよ、本当、じゃあ詰めてくるよ、もう瓶に、お願いします。はい、で9月後半でした、後半でしたね、覚えてないよ、はっきり、はい、その時はこちらでもリツイート等々でトースポ系なんで広めさせてもらいます、はい、よろしくお願いします。まずは小田原記念、あ、
半旗決めずというような走りですよね。ちょっと決められないですね、レースの流れに乗っていければいいかなと思います。確かに鹿児島行くよ。お願いします。よいっす。